こんにちは。今回は大きめなバラの編み方を紹介します。この大きさです。前回はこちらの小さめなバラを紹介しました。編み図はこの小さめなバラに次に大きな花びらを編んで、こちらの大きなバラになります。こちらとこちらの大きな花びらを足して、今回はこちらの大きいバラの編み方を紹介します。編み図で説明します。前回の小さいバラの編み図はここまでの編み図でしたが、今回はこちらの大きなバラは大きな花びらを6枚足して、こちらの大きさになります。作り目の鎖編みを最初は24目編んで、1段目の土台の部分を編みます。24目の鎖編みを編んだところから鎖編み3目で立ち上がり、鎖編みを編んだ同じところに長編みを編み入れます。小さい花びらは長編み1目に花びらを編みますので、鎖編みの1目に長編みを1目ずつ編みます。次に少し大きめな花びらは鎖編み1目を間に入れて長編みを編みますが、鎖編みはだんだん大きくなりますが、大きくなっても1目ずつになります。鎖編み1目を入れて次の花びらを編みます。長編みを鎖編みに入れ、鎖編み1目を間に入れて、また長編みを編んで、これを4回繰り返し、もう少し大きめな花びらを編むときは、間に鎖編み2目を入れて、1目に1目の長編みを編んで、これを5回編みます。ここまで編んだのが、前回に編んだこちらのバラです。ここまでが小さめなバラです。今回編むのは、大きな花びらを6枚足します。この大きな花びらは、今までは鎖編み1目に長編みを1目ずつ入れて、最初は鎖編みを入れずに、次は鎖編みを1目、次は鎖編み2目を入れて編んできましたが、大きな花びらは作り目の鎖編みも1目間に入れて、鎖編み2目を編んで、2個目の鎖編みに長編みを編む編み方です。これを6回編んで大きな花びらを6枚つけます。花びらを編むときはまたその時に説明します。今回はこちらの大きな花びらですので、作り目の鎖編みは24目編みます。24目の鎖編みを編みました。ここから台を編んでいきます。最初は立ち上がりの鎖編み3目を編んで、3目を編んだ台のところの鎖編みに長編みを1回編み、次も長編みです。1目に1目の長編みを3回編みます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ3回編んで、これが一番小さい花びらの台になります。次は鎖編み1目を入れて、鎖編み1目に1目の長編みを編みます。鎖編み1目を入れて、1目に1目の長編みを4回編みます。鎖編みに長編みを入れて、鎖編み1目を編んだら、次の鎖編みに長編み、鎖編み1目を編んで、次の鎖編みに長編みを編んで、鎖編み1目を入れて長編みを編む編み方を4回編みました。次は
鎖編み2目を入れて1目ずつ長編みを編んでいきます。鎖編み2目を編んで、次の鎖編みに長編みを編みます。この鎖編み2目を入れて長編みを編む編み方を5回編みます。今1回編みましたので、あと4回です。鎖編み2目を入れて長編みを編み、鎖編み2目を入れて長編みを編みます。鎖編み2目を入れて、すぐ隣の鎖編みに長編み、鎖編み2目を入れて、次の鎖編みに長編みを編みます。これで鎖編み2目を入れて長編みを1、2、3、4、5回編みました。ここまでがこちらの小さいバラの編む時の台の目です。次からは大きなバラの花びらを編む土台を編みます。次も鎖編み2目は同じですが、作り目の鎖編みは1目開けた2個目のところに長編みを編みます。これを6回編みます。鎖編み2目を入れて、鎖編み1目を開けた2個目のところに長編み、鎖編み2目を入れて2個目のところに長編み。これで3回できました。あと3回同じように編みます。鎖編み2目を入れて2個目のところに長編み、鎖編み2目を入れて2個目のところに長編み、鎖編み2目を入れて2個目のところに長編みを編んで、これでバラの台の目ができました。次は花びらを編みます。花びらの編み方を説明します。今台の目をこちらから編んできて、最後は長編みを編んで台を編み終わりました。次は花びらを編みます。大きな花びらを6枚編みます。この大きな花びらは鎖編み2目のところに鎖編み4目を編み、長々編みを1、2、3、4、5、6、7個の長々編みを編み、8個目は長編みを編みます。これを鎖編み2目のところに編んで、次の長編みのところに引き抜き編みをします。これを繰り返します。引き抜いたところから、ここで引き抜いたところから鎖編み4目を編み、長々編みを7回編んで、8個目に長編みを1目編み、次の長編みに引き抜き編みです。これを6回繰り返します。そして次の花びらは長編みに引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、次は長編みを6個鎖編み2目のところに編み入れて、次の長編みに引き抜きます。これを5回繰り返し、次に編む花びらは引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、長編みを4目鎖編み1目のところに編みます。次の長編みに引き抜いて、この花びらを4回作ります。そして最後に小さい花びらを作ります。長編みに引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、一番小さい花びらは長編みを2回長編みの頭に編み、次に隣の長編みに引き抜いて、これを3個作ります。こちらの大きな花びらから編み始めます。ここから花びらを編みます。最初は一番大きな花びらを編みますので、鎖編みを4目編んで編み地を裏返します。次に編むのは鎖編み2目のところに長々編みを7回編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて
鎖編み2目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜き、もう一度糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長々編みを編みました。この長々編みを全部で7回編みます。次も針に2回糸を巻いて、同じところに長々編みを編みます。これで2回です。3回。4回。5回。6回。7回。長々編みを7回編みました。最後は長編みを編みます。針に1回糸をかけて、同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。次は引き抜き編みです。隣の長編みの頭に針を入れて、引き抜き編みをします。これで大きな花びらができました。一番大きな花びらは、鎖編み4目を編み、長々編みを7回編んで、最後は長編みを編み。花びらが編み終わったら、長編みの頭に引き抜くのが大きな花びらの編み方です。次はここから鎖編み4目を編んで、鎖編み2目のところに長々編みを7回編みます。1、2、3、4、5、6、7。長々編みを7回編み、次は長編みを1回編みます。最後は長編みの頭に引き抜き編みをして、大きな花びらが2枚できました。あと4枚同じように鎖編み2目のところに大きな花びらを編みます。大きな花びらが6枚できました。次の大きさの花びらを編みます。次は長編みで編みます。鎖編み3目を編んで、隣の鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。長編みを1、2、3、4、5、6。長編みを6回編んで、次の長編みの頭に引き抜き編みです。これが次の花びらの形です。鎖編み3目を編んで、
鎖編み2目のところに長編みを6回編みます。長編み6目を編んだら、隣の長編みの頭に引き抜き編みです。この長編み6目を入る花びらを5枚編みますので、今2枚編みましたから、あと3回長編み6目を入れる花びらを編みます。長編み6目が入った花びらが5枚できました。次の花びらを編みます。次も鎖編み3目を編んで長編みを編みます。次は鎖編み1目のところに長編みを4回編みます。鎖編み1目のところに長編みを1、2、3、4、長編み4目を編んで、隣の長編みの頭に引き抜きます。長編み6目の花びらよりも少し小さめになります。長編み4目が入る花びらを4枚作ります。鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のところに長編みを4回編みます。長編みの頭に引き抜き編みをして2枚編みました。あと2枚編みます。鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のところに長編みを4回編んで、長編みの頭に引き抜き編みをしてもう1枚編みます。鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のところに長編みを4回編みます。長編みの頭に引き抜き編みです。長編み4目が入る花びらを4枚作りました。こちらは5枚作りました。次は一番小さな花びらを3枚作ります。鎖編み3目を編んで、同じ長編みの頭に長編みを2回編み、次の長編みの頭に引き抜き編みをして、小さい花びらを1枚作りました。あと2回花びらを編みます。鎖編み3目を編んで、同じところに長編みを2回編み入れて、隣の長編みの頭に引き抜き編みをし、鎖編み3目を編んで、同じところに長編みを2回編みます。最後は立ち上がり3目の最初のところです。ここの3個目の鎖編みの頭に引き抜き編みをして、小さい花びら3目ができました。小さい花びらが3目に、長編み4目が入る花びらが4枚、そして長編み6目が入る花びらが5枚できて、一番大きな長々編み7目と長編み1目が入る大きな花びらが6枚です。これをくるくると巻いて巻き腹を作ります。最後の糸はとじ針でバラの花を縫い付けますので、少し長めに取った方が作業はしやすいかと思いますので、このぐらいのところで
糸を切ります。このぐらい糸があります。これをとじ針に通して、バラにしていきます。このバラにするときに、花びらの形を先に整えてください。きれいに花びらを整えてから、バラに巻いていきます。最初は中心のところから巻いて、だんだん外側に広げていきます。小さい中心の花びらを少しきつめに巻くと綺麗だと思いますので、この3枚ある花びらをきつめに巻いてください。3枚の花びらは、ここで一旦固定した方が綺麗に仕上がりますので、3枚の花びらだけは、ここで一回、きつく巻いた形で縫います。これで中心はほつれてきません。次に中ぐらいの4枚の花びらを沿わせるようにして、小さい花びらに合わせます。このように4枚の花びらを合わせたところでも、もう一度縫っておくと、花がバラバラになりませんので、この4枚の花びらを軽く留めておきます。こんな感じで4枚を留めました。次に少し大きめな花びらの5枚の花びらがありますから、この5枚の花びらを巻きます。ここまでが5枚の花びらで、こちらからは大きな花びらになりますから、この5枚の花びらを巻いて様子を見ます。次に大きな花びらを巻いていきます。大きな花びらは6枚ありますから、ちょうど5枚の花びらの外側に行くように巻いてください。大きさや形を整えて、小さめに巻くと、このような小さめなバラになり、少しゆとりを持たせて、大きめに巻くと、大きなバラになります。これはお好きな形にしてください。ゆったりとして広げて作ると大きめな花になりますので、今回は少し広げた形で作ってみます。このくるくる巻いた底はこのようになっています。ここで底の部分を縫っておきます。最初に縫うのはこの端の花びらを留めます。花びらを編んだ長編みのところをしっかり縫って、こちらに抜けます。この糸は後で糸始末をします。そして大体の形で大丈夫ですが、裏を留めていきます。表を見てみましょう。花びらの形がこれで決まりましたら、裏を返してもう一回きちんと留めていきます。そして最初にあったこの糸のところまでしたら、ここで
ちらの糸を結びます。両方の糸を結んで、これで仕上がります。ブローチや小さじなどに作るときは、この糸を少し長めに取っておくと、他のものと一緒に縫い合わせることもできますので、もう少し長めに糸を取っても良いかもしれません。あとはお花の形を整えてください。たくさんのバラを作るととても豪華な形になります。小さめなバラも可愛いです。今回はこのバラの花よりも少し大きめなバラを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。